わっさわっさ NASUBI ナスビ中谷小一円石川県出身ナスビ TV。 はいはい始まりました。こんにちは、ナスビです。琵琶湖街でやってます。はい、ですね、本日はですね、2021年始まって1ヶ月ぐらい経つんですかね。今日はですね、2月6日か、早くも1ヶ月以上経ちまして残り11ヶ月となったわけなんですけど、なんか今 SNS とかを見てたら、琵琶湖が深呼吸をして水が循環されて、そして春に近づいてきて魚も釣れてるよっていう感じで、すごいポジティブな情報がたくさん流れているんですけど、はい、僕の今現在はちょっとボート修理整備パワーアップ中というわけで、まだ湖上にはちょっと出ておりません。まあしばらく湖上に開けております。まあ1週間ぐらい開けることになってるんですけど、まあこうも湖上に出ないとやっぱりもう釣りしたくてうずうずしちゃうなっていう感じはしますね。はい、まあ数日前に湖北にまあちょっと釣りに行ってきたんですけど、まあそれでもやっぱりバスボートに乗って釣りがしたいし、ガイドしたいなっていうふうには思います。まあもちろんおかっぱりももちろん楽しいんですけど、ボートもボートで楽しいからボート釣りしたいなっていう今の僕の心情というわけです。はい、というわけでですね、2月の10日から活動をまた再開しようと考えてるんですけど、2月の11日以降がまだ少し、募集しておりますので、ナスビガイド、じゃじゃんじゃじゃん、あ、光の反射で見にくい、ナスビガイド2021年募集中だ。そして1名から3名さんまで3万円だ、安いんだっていうのも、まあ2月までなんですけどね、この登記料金でやってるんですけど、まあ3月以降はお一人様3万5000円、2名様4万円でちょっとやらさせていただいてるんですけど、そして09020991554、これ個人情報満載だ。はい、電話でもお問い合わせいただいても結構ですし、この電話のショートメールもしくは、僕 Facebook、Instagram、ですね、まあ今クラブハウスも始めたけど、クラブハウスは DM ないか、あとツイッターからも、DM からでもご予約をお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今整備、ほんまに僕のボート、スキータ、整備だけじゃなくて、今どのパワーアップ、ちょっと整備もいろいろしてるんで、まあ今年はより一層、僕もやる気出して、まあいつもやる気あるけど、やる気出してちょっとやっていこうかなと思ってるんで、ぜひとも来ていただけるゲストさん、大募集中でございます。はい、というわけで、今回は、ナスビガイドのちょっと告知でした。はい、また2月11日以降ぜひご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。